はい。吉祥寺の花屋。花心の探さ草です。えー、本日も YouTube ライブ始めていきたいと思います。パチパチー。 はい、あの僕、先ほどまでサムネと戦っておりまして、あのサムネイルっていう、あのちょっとね、クリックとかしたくなるような、あの最初の画面ですね、あそこで僕、バーンっていうのを作ってたんですけど、なんかうまく表示されなくて、なんかテンプレか分かんないんですけど、あの僕のなんか、プロフィールのところの写真ですね、そこが貼られてしまってて、あの僕が作ったやつがうまく貼れないっていう感じでね、えー、ちょっとね、他のアカウントから見に行ってもできてなかったんで、えー、おそらくできてないと思います。 はい、ということでね、えー、本日のお話は目標についてちょっとお話ししていきたいと思います。花屋がね、どんな目標を立てているのかという話と、実は僕、あのここ2日で目標変わったんですよ。前回の動画でもちょっと目標、あの前々回かなあの、来年の目標はこれでいきますみたいなお話をしたんですけれども、ガラッと変わる出来事があったんですよ。 それは、あの、メンタリスト大悟さん、あの、テレビに出てる時あの、メンタリスト大悟っていう名前で出てたんですけど、今は、あの、ニコ生主大悟っていうところでね、その大悟さんの動画を見てたら、僕の目標が変わったんですよ、もう完全に。 はい、で、具体的にはなんかやることはそこまで変わらないんですけど、いわゆる目標の数値だったりだとか、それの設定方法がもう変わったんですよね。で、僕はその、一応、概要欄の方に DAIGO さんのその、僕が見て、うわ、すげえ、この目標の立て方いいなって思ったやつの動画を貼っております、で、そっちは YouTube の方なので、前半部分だけなんですけれども、あれはぜひね、あの、ニコ生にちょチャンネル登録をして見ていただきたい皆さんに、はい、見ていただきたいという2名ですね。あの、 今見てくださってる2名の方、あの僕の動画もね、ちょっと見続けててほしいんですけれども、これ終わったらね、ぜひ DAIGO さんの動画も見てみてください。はい、で、それを見て、僕が何が変わったのかと言いますと、まず僕が最初に立ててた目標ですね。 1, 1あの、フラワーセラピー事業のお話なんですけれども、僕はフラワーセラピーといって、その老人ホームさんに、えー、そのフラワーセラピストたちとあの老人ホームを回って、フラワーセラピーレクリエーションをやってるんですよ。その施設が今、30施設だったり40施設くらいなんですけれども、それを100施設にするっていう目標を1つ立ててました。 でもう一つの目標は、あの今、装飾、えー、お花の装飾ですね、もう完全に僕、外仕事オンリーでほとんど動いてるんですけど、その外仕事のし、えー、装飾が今、10件くらいですかね、定期装飾が10件くらいですけど、それをいわゆる30件にする。で えー、まあそうですね。まあ、売り上げで言うと、そうですね、えー。まあ、10万か15万くらいにしようかなって思ってたんですよ。で、もう一つ、あの店舗、ここのお店ですね。今、こういう感じであるんですけど、ほとんど僕、店にいないんですけれども、実はあの、今週の あさってですね、6日から新しいスタッフが来て、毎日開く花屋になるんですよ、明後日から。で、店舗の売上目標っていうのを立てたんですよ。で、しかもその売上目標っていうのが、単純にもう、ここのお店の店舗費あの、いわゆる家賃ですね、家賃のペイできて、 ここの家賃がペイできて、かつあのそのスタッフの給料が払えるくらい、もうトントンになればいいやくらいの目標数値を立ててたんですよ。で、それがだいたい売り上げ3万くらい。<laughs> 3万くらい売れれば、ここの家賃と、えー、あのそのスタッフのやつがペイできます。あの僕の給料とかは入れてません。はい、もう外仕事の、ね、やつだけなんで、僕はね。はい、<laughs> っていう目標を立ててたんですけれども、 本当、DAIGO さんの動画を見て、パッと変わってしまいました。で、あのそ何が変わったかというと、100件っていう目標を、あの僕、営業をしたら、ぜひね、無料開催してみませんか、フラワーセラピー・レクリエーションの無料開催、それはなぜ無料開催をしているかというと、結構聞くそのあのスタッフの方のお悩みが、僕、最低10名でやってるんですけど、10名も集められないかもって言って、 いう方がほとんどなんですよ。とか、それこそ僕らがやるレクリエーションのクオリティがわからないんですよ。なので、まずは無料開催でやってみて、すごい好評でしたらどうぞって言って、でできるだけ無料開催にした方にはあの声をかけて参加していただくようにお願いいたしますっていう、僕、営業の書き方をしてるんですよ。そうすると、自分で言うのもあれなんですけど、フラワースラピーレクリエーション、すごい好評で、かつ僕のレクリエーションがね、おそらくいいんだと思うんですけれども、あのー、大体20名。 参加したら、えー、少なくても15名、13名でもう下手したら逆に20名超えて25名とか逆に増えたりするくらいのそのレクリエーションなんですよ。なので1回正直無料開催していただけさえすればあのそこの,との,あの施設とのつながりはできるって僕思ってるんですよ。で、思ったのが今年老人ホームさん レクリエーション100件ではなく、1ヶ月に、あのーまあ、何件声をかけるかは別として、5件から7件くらい、5件から7件ですね、の、えー、老人ホームさんで無料開催をするっていう目標に変えました。はいね、それが一つ目変わった。で 次はあの、装飾事業ですね。装飾事業のいわゆるあの30件やるぞっていうところを、今って正直僕、そのフラワーセラピーレクリエーションに行っちゃったり、講師の指導だったり、そういうところで回っちゃってるんで、はっきり言って、なぜ定期装飾を取っているかって言いますと、あのその時間に行けますよって言って、たとえなんかそこにフラワーセラピーが入っちゃったとしても、定期装飾1週間に1回とかだったら、あじゃあ午前中に行きますねとか、午後に行きますねっていうのができるので、定期装飾 いわゆるなんかいつお客さんが来るか分かんない状態じゃなくて必ずこの時間に僕が向かいますよっていう仕事の取り方をしてたんですよ。で僕は変わったんですよ。そこはなぜそういう取り方になってしまったのかっていうのを考えた時にあ時間がないんだと思ったので僕はもう一つの目標はなんとなく時間を作る。<laughs> 僕が動かなくてもそのフラワーセラピー事業が回ったりだとかお店のスタッフの、えーまあ、指導とかいろいろ花の作り方とかもまあ花心流ですよねそういうのをしっかり教えて僕がいなくても回る環境を作るっていうあの2つ目の目標でまあその DAIGO さんが言ってたのは目標は絞った方がいいっていうのも言ってたんですけれども、まあ、僕はそのあともう一つ言ってたのは 目標ってあの大事なことすぎるとあの、あんまり良くないっていう、その種の部分だけの目標は良くないって言って、自分にはあまり関係のないところっていうところで、僕は逆にその目標を分散したっていうイメージですね。3つに分散してるっていう感じなんですけれども、で、ここのお店ですね、お店1日の売り上げ3万っていう目標を立ててたんですけど、これをガラッと変えました。はい。 そのスタッフさん、新しく入ってくれるあの名前言っちゃっていいかな、星さんっていう方なんですけれども、星さんにお願いするのって、1日30人のお客さん、まあ、お客さん、お花買わなかったとしても、30人の方と会話してくださいっていう目標に変えました。 はいでね、うちの花屋さんってちょっと不思議で、あのー、普通のね駅前の花屋さんだったら100人100人じゃないですね、1時間とかだったらそれこそ1000人くらい通って、そのうちのなんか10人が買いに来るみたいな感じなんですけど、うちの花屋って10人通ったら、なんか5人。 とか6人の方が買ってくれる半分以上の確率で買ってくれるんですよあの。お店の前で立ってたりだとか見てくれてたり、あとむしろお店に入ってきた方とかだと、もう変な話、7割、8割くらいの確率で買ってくれるんですよ。それはなぜかと言いますとうち、まず一つは、うちのお店に来る人ってわざわざうちを目的として来てくださる方がほとんどなので、あのーまあ、まずその場合は100%買ってくれるっていうのもあるのと、あとなんか、 入って結構個人でやってて、まあ。 自分で言うのもあれなんですけど、そこそこおしゃれな花屋なんですよ。あの、なので、あの、あ、おしゃれ、なんかはいわゆる吉祥寺っていう土地柄もあるので、お土産に何か、まあ、500円とか、まあ、400円くらいのなんかものを買ってこうって言って、ちっちゃいものを買ってくれるっていうことがあるんですよ。ってなると、平均単価って、で、あと、その目標、目的として来てくれる人ですね。目的として、目的として来てくれる人は、えー、平均単価がだい,たい5000とか6000とか、 になってきて、逆にちょっと寄ってきた方だと、500円くらい。 になりますので、その500円で買ってくれた人たちが、わざわざうちの店を目指して来てくれるお客さんになってくれればいいと思ったんですよ。だから僕は、あ,あえてその売上を立てるっていうよりも、お客さんと会話して仲良くなっていただく、うちの花屋っていうお店はこういうコンセプトで動いてるんですよっていうのを、まあ、知ってもらうのが一番かなと思ったので、目標をそういうふうに変えました。はいでね 本当に、もうそれ、自分で考えていい作戦だなって思ったんですよね。皆さん、どうですかねゆうさんとか、もしよかったらじあの、今年の目標とかね、書いていただければと思います。で、その、その i g さんの,あの目標、目標設定で、曖昧にするといいですよ。 っていうところで僕、ちょっとね、その最初のやつ、まあ、5から7件の無料開催にするっていう、その曖昧な数字にしたんですよ。最初、100件、1年で100やるぞっていう目標を立ててたのを、こうはもう12分の1ですよね、1ヶ月に短くして、かつちょっと曖昧にしたんですよね、5から7件の間のどこか、えー、もう5、6、7どう、そのどこかくらいいけばいいかなって。 って思っててて、思例えばそれでも4件になったとしても、例えばその次の月で6件とかいけば、平均すれば5件になるので、まあ、5件くらい取れればいいかなって思いました。で、その DAIGO さんが言ってたのは、もうここは無料分あの、無料分というか、YouTube で話してる部分は無料分なんで、そこはちょっとお話ししたいなって思うんですけれども、いわゆる目標を、まあ、ある意味高くしすぎちゃって。 やるとそこに行くまでで疲れちゃって、いわゆるこういう高い目標があるので、ここにいる段階でこう頑張った時に毎日これくらいやるぞってやってた時に途中でダメになっちゃうと、ああ、もうなんか自分はできないんだって言ってあ、でもこんなに高い目標があるのに、そこに行くまでに時間がもっとかかってしまうよっていうところであの諦めちゃったりすることが多いので、まあ、本当高すぎるのも良くない。で、あとあの具体的にこの数値に行くぞって。 やっちゃうと、なんか良くないっていうね、あの、詳しくは大吾さんの動画を見てください。なので、まあ、ちょっとある程度の幅、なんか d a さんは体重で例えてましたね。えー、なんか、あなたは60キロですよって言って、じゃあ、それを60、えーと、55キロまで落とそうっていう努力をするのか、あの、例えば、あなたはそうですね、58から62キロくらい、 ですねみたいな感じで言うと、なんかこう幅があるじゃないですか、そこの幅だと、例えばあの、じゃあ65キロの目標にしようって言った時に、自分がそのう上なのか、最大値なのか、最小値なのか、そういうところが曖昧な方がうまくいくって言っててね、あの大悟さんほどで、ね、説明がね、うまくないどころか下手くそなんですけれども、そういう感じでね、曖昧にするといいですよっていうお話。で、具体的な、もう直近のあれですね、やることに関しては、より 具体的にする。なので、この目標のところがあったら、そこに行ってる自分の姿を想像するんではなく、そこに行くまでの道のりを考えていった方がいいですよっていうお話でしたね。なので、まあ、ちょっと他の DAIGO さんの動画の話になるんですけど、そこで話してたのは、ちょっとあのニュアンス変えて説明するんですけれども、例えば京都駅に行きますよって言ったときに、 いやあの京都駅に行って金閣寺に行って金閣を眺めてたり清水寺でなんかあのー。 な,な,なんかこう、おしゃ,しゃ,しゃくしゃくを持ってこうやって水を飲んでる姿を想像するよりも、じゃあ、京都駅にいつ行かなきゃいけないんだろう、えー、どれくらい時間がかかるんだろう、そしたら何時に出なきゃいけない、電車で行くのか、それともバスで行くのか、それとも車で行くのか、それとも歩きで行くのかっていう、で歩きとかバスとか、まあ車か電車になりますよね。で でさらに電車でもし行くって決めたら、新幹線で行くのか、あの普通に各駅とかで行くのかっていうのとかを、具体的に考えるんだよ。何時に出て、どこの駅から出発して、どこの駅で乗り換えて、新幹線に乗って、あの京都駅のところまで行く、何時に到着するっていう、その具体的な目標を立てたほうが、京都駅にちゃんと行けるっていう。 京都駅にいる自分を想像してもあの、京都駅には行けないっていうお話もされてて、ああ、なるほどねってあ。目標ってそう立てるのねって。だから僕も、例えば、その月、 えー、フラワーセラピーの無料開催を5から7件くらいやるって言ったら、5から7件って言ったら、どれくらい、いわゆる営業だったりだとかすればいいのかなって、もちろん営業で電話で行くときもあればただ、たまたま車でブーンって走ってたあこんなとこに高齢者施設ある、声かけてこうって言って、結構そういうのでもね、お仕事取れたりだとか、それこそ紹介とかね、いろいろあるので、いろんな取り方があるんですけれども。 大体、それこそ電話しても、ほとんどのところは、あのあ大丈夫ですってあの、お花入ってるんで大丈夫です、お花あ、なんか前やってたんですけど、人数集められなくて、あの集められなかったんだから大丈夫ですとか、そういう断られ方するんですけれども、僕、まあ、先ほど言ったみたいに、一回とりあえずやって、すごい楽しませちゃえば、皆さん、あの楽しんであの、レクリエーションやっていただけるっていう自信が、まあ、 ある意味あるので、まあ、まずはとりあえず入ってみるっていうところで、ま,あ、まずは無料開催だと、1ヶ月に5件くらいだったら、まあ、まあ、それこそ営業の電話で言えば、まあ30件くらい。 声かければ、まあ、そこの数値に行きますし、まあ、その間に他のところで紹介とかで1件とか2件とか入ってきたりだとか、あとはそれこそ走ってる最中に声かけたところとかも含めれば、多分電話を20件くらいすれば、まあ、そのくらいの数値に行くのかなっていう、その暇の時に、あこの電話を取るっていうのが、どれくらいやるのか。で、まあ、走ってる時に、そしたらあの、まあ、注意して、あの今まで声かけたことない老人ホームさん、または声かけて断られた老人ホームさんとかに、あの資料だけは 渡しに行くとか資料を渡すときにあの、とりあえず何か持ってなきゃいけないですよね、そういう資料ってなったときに、じゃあ、その資料を車に乗せておきましょう、常に。で、電話は、まあ、あのじゃあ、この日空いてるから、この日に10件電話しよう。で、あともう1日作ったら、20件は電話しますよね。で、あと紹介は、定期的に1ヶ月に1件くらい増えていくんですよ、何もしなくても。 なのであの、まあ、とりあえず1軒とかは入ってくるだろうとか、まあ、逆にもうこっちから積極的にあ、なんか系列のほにゃららさんのとこ僕近いんですけど、もしよかったら紹介してくれませんかっていうと、結構ね、やっぱりそのレクリエーション自体があのいいものだと、やっぱり紹介もしてもらえるので、そういうところで紹介をもらったりすれば、まあ、その。 具体的に、まあ、そのポス,ポスティングに近いような形と、まあ、そういういろんな具体的に実際にお仕事が入ってくる方法があるので、そういうのを考える時間の方に時間を使った方が有効的なのかなっていうのが分かってきました。はい。ね、なんとなく、その、DAIGO さんのニコ生の有料分の話も、ちらと ちょっとだけしてたりだとかしてるんですけれども、まあ、具体的にはね、話せなくてね、その具体的な内容が知りたい方は、えー、ぜひあのあの、まずは DAIGO さんの YouTube の無料の方を見ていただいた後に、DAIGO さんのコメント欄の方にあのあの、あの、ニコ生に飛ぶボタンがありますので、さらに続きが気になるよっていう方はね、そこを押していただければと思います。はい、僕がね、多分こういうことを言っても、そこまでの影響力は、はい、っ、えー、と今年は体調管理です、集中した突っ走る燃え尽きない 体力などをコントロールであいいですね。まあでも突っ走るのもいいですけどね、まあ、突っ走ってもう疲れちゃって息切りして途中でふーってなっちゃうよりかはやっぱり自分であのコントロールして、ああ、大悟さんの YouTube、本当あの人面白いですよ。あの大悟さんと僕同い年なんですよ、実は。 誕生日もすごい近いんで、多分一1ヶ月離れてないですね、生まれた日が。はい、もう勝手にね、親近感を覚えてるっていう。あのテレビ出てる時から結構好きだったんですよ。で、あのなんか YouTube 見たあなんか、大 a さんがいるって思って、その時チャンネル登録者数が1万とかいってなかったのかな。本当にまだ何千の時から見てて、ですぐに、なんかすごい気になったんで、そのニコ生に行って、ニコ生でもうすぐね、会員登録してね、過去のやつを全部見 見るっってていうねそ,のそんなこと僕やってましたはい、で、あのゆうさんもいいですね、やっぱり体調管理、本当大事です、あの僕はあんまり風邪ひくタイプではないんですけれども、1年に1回くらいぶったれますね。はい <laughs> もうね、本当に皆さん、これから寒い時期になりますので、体調管理には気をつけていただきたいのと、じゃあ体調管理におすすめのお花を紹介していきましょう。それはユーカリです、あのドライでもいいです、ユーカリは殺菌効果がありますので、特にね今の冬の時期ですと、結構ね、ドライにしたとき、綺麗にドライあの、空気が乾燥してますのでねあの、ドライになりやすいのと、あと暖房とかつけてるとなおいいですね、その暖房の空気が通るようなところで、あのユーカリを吊るしておきましょう。そうするとえ 勝手にドライになってくれてそれをお部屋に飾ってあげると空気が浄化されてってさらに香りも良くなりますのでねユ、えーカリを飾ってあげると、えー、風邪にはバッチリなのであとまあ、うちにもちょっと置いてあるんですけどオーガニックのオーガニックですよあの本当に無,無農薬無農薬の あの、化学性化学のやつが使われてない、ファブリーズ的なそういう化学のやつを使われてないオーガニックのスプレー、消臭スプレーとかもありますので、そういうののユーカリを買ってあげるっていうのもいいと思います。僕が買ってるそのメーカーさん以外のところでもね、結構オーガニックケア使ってるところはありますので、あとアロマを炊いてみるっていうのもいいですね。あの、それこそ100均で売ってるような安いやつじゃなくて、あの、天然のやつですね。それこそあの、 アロ,アロマセラピストみたいな、そういう方が使ってるやつっていいやつなので、そういう方がもし知り合いにいたら、アロマ、あのユーカリのアロマ欲しいんだけどって言ってみるといいかもしれないです。はい、えー、体調の話になりまして、あと、まあ、目標、目標の話ですね、今日は。目標は本当に、で、その、まあ、店舗の声かけもそうですよね。 先ほど言ったあのその、お客さんと会話して、もう半分くらいの人が買ってくれるっていうことは、30人声かけたら、大体15人の方が買ってくれる計算で、まあ、基本単価はそこまでっとお土産とかで買っていく場合は500円とかになってて、まあ、わざわざ来てくれる人が平均単価5000円くらいになってくるので、平均すると2000円なんですけど、そうすると、 いわゆる単価の低い人が、えー、の人数が増える。まあ、15人増えていくなっていって、そうしたら、まあ、大体5千、7500円くらいか。7500円くらいは、それで売れる計算なんですけれども、そうやって、あのいわゆるね、種をまいて、あ、ここのお花屋さん、好きってなってくだされば、ねえ、 またちょっと、例えば、たお友達の誕生日だとか、それこそ卒業式、近いですのでね、卒業式でお花が必要なんですけど、なんか花束作ってくださいっていう注文が来るようになったときに、単価がどんどん上がっていくのかな。だから僕、本当にね、 超適当だったんですよ。1日3万の売り上げって、日によっても違いますし、卒業シーズンでも違いますし、母の日も違くて、そこで鳴らすのかっていう、あの、いわゆるね、普段が1万円でも、例えば母の日でたと、まあ、例えばですよ、100万円売れましたとかってなったら、全然話が分かんなくなってくるじゃないですか。でも、まあ、1日、まあ、普通の日ですよね。普通の日に、まあ、30人声かけるって、それこそなんか、 じゃあ今日例えば昼くらいになってあ今日誰ともなんか喋ってないなってなったらじゃあちょっと水やりに行くかって言って外の水やりをバーってあげた後にあのー、上げてる時に例えば子供が通ったら「うん、こんばんは」って言って「あこんばんは」ってこう子供が声かけてくれたらもう1ですよ。で,それで 親子連れでお父さんとお母さんがいたら、お父さんとお母さんにもこんにちはって言えば3人に声かけたことになるんですよ。それを10回やるとか、例えばあの、じゃあ外に出るときに、例えば音楽をガン、これ,これ音楽を鳴らすスピーカーなんですけど、音楽をガンガン鳴らす、音楽をガンガン鳴らして、もうお店の中でなんかすごい音を鳴らしてて、でそれでそあのドアを開けて外に出るとかってやると、まあ、 うるさすぎたら近所迷惑になるんであれなんですけど、まあ、外にいても聞こえるくらいの音量ですよね。そうやってあげると、例えば、んなんかあるのかなって思って、音が聞こえるぞって言って、人って向くんですよ。で、向いた時に、なんかその外で水やりしてるふり、ふ <laughs> りをしてれば、あっ、 こんにちはって声かけたら、こう目が合うじゃないですか。こっちを見て、あの、音楽が鳴ってて振り向いて、こっちを見てるから、その時に水をやりながら反対側向いて、なんかあの、こんにちはとかって声かければ、カウント1になるじゃないですか。そういう、なんか人に声をかける作成を、そのスタッフには考えていただこうかなと思っております。はい、私の目標は、こんな感じに変わりました。あと、目標を、いわゆる、 金額にするのは良くないらしいですね。ないくらの売り上げを上げるとかって、そういうお金にしちゃうと良くないっていう話はしてました。あの、具体的には、あの、あえて説明しないです。はい。忘れてるわけじゃないんですよ。ちゃんと僕見たのでね。はい。はい。ということで、えー、花屋が、えー、だ、大悟さんが変えた花屋の今年の目標っていうね、 お話をさせていただきました。はい。でね、最近ちょっとこのしゃべり系の動画が増えてきてますので、えー、次回はまたアレンジメント系やりたいと思います。で、なぜあのアレンジメント系やろうかって思ったら、僕確かアレンジメント出したにあに、あの超初級とか、なんか簡単とかって、なんか最初につけた気がするんですよ。で、それを見た僕、僕の知り合いが、その動画を見た僕の知り合いがあんなの初級じゃねえよって言ってね。<laughs> あんなんさせるかっって言って言もっと初級なんだから例えば例えばですよあもう花の向きの話だったりだとかその葉っぱってあのどう使えばいいのなんかそのまんま使えばいいの下に隠すように使えばいいのとかそもそも花の切り方ってどうやるのこう斜めにした方がいいのまっすぐに切った方がいいのハサミを使った方がいいのカッターを使った方がいいのもうそういう話から始めろっていう指摘をいただきましたのでねえ本当本当の初級の、えー、アレンジメントのお話を次回 させていただきたいと思いますはい、では本日の動画は以上になりますありがとうございましたバイバーイ皆さんもコメントありがとうございました